どうも今回は、最近これといった時事系トレンド系のネタが本当になく、案の定今日もなかったので、このチャンネルでは4回目となる小室圭さんについて再び取り上げようと思います。小室さんは最近若い層から年配の方まで幅広くあまり良くない意味で話題になっていますが、今回は過去の写真、エレン説、名言集に続いて、小室さんの今まで付けられてきたあだ名、ニックネームについて話していこうと思います。小室さんは2017年に眞子さまと婚約会見をしてから2021年現在までたくさんのニックネームやあだ名が付けられてきました。その中から個人的に面白いものをいくつか紹介していこうと思います。ちなみにあだ名といってもほとんど悪い意味のものなので、小室さんのファンは見るのを控えることをお勧めします。早速本題に入ります。まず一つ目は太陽です。小室さんは私を温かく励ましてくださる存在でございます。最初に惹かれたのは太陽のような明るい笑顔であったと思いますが、性格を深く知るうちに真面目で、という感じで2017年の婚約会見で眞子さまに太陽と例えられたことでこのあだ名が付けられました。初っ端から太陽で困惑した人もいるかもしれませんが、まあこういう感じでいこうと思います。太陽と聞くとやっぱり小室さんの月の名言が頭に浮かんできます。お電話をいたしました。その後も綺麗な月を見つけますと嬉しくなり、皆様に Let it be。 次に最近のものとして小室ロン毛です。ニューヨークの小室さんの姿から小室とロン毛を掛け合わせたものとなっています。あとは僕の動画でも紹介したエレンです。まあエレンはもちろん進撃の巨人の主人公のことで、共通点が謎に多いことからこのあだ名が付けられました。おそらく多分このあだ名が一番有名だと思うんですけど、ネット上でもすごい盛り上がりを見せました。まああとはしょうもないものとして一寸帽子とか、まあいろいろあったりしました。次にシンプルなものを紹介していきます。一つ目は KK と小室圭さんのイニシャルを取ったものや、コムケイと普通に名前を略したものなどがあります。まあさらにはお金のトラブルや疑惑で過去に態度などが何度も変わったことから嘘つきといったものもあります。次は歴史上の人物に例えられたあだ名です。一つ目は令和の道教です。学校の日本史とかで習う人物ですが、道教とはめちゃくちゃ簡単に説明すると、普通の僧侶が天皇に寵愛を受けたことにより出世して権力を握ったといった感じです。こういった三奪を企てた道教と似ている点があったので付けられました。二つ目は令和の朝敵です。朝敵とは天皇とその朝廷に敵対する勢力を持った人物のことで、歴史上の人物では平将門や源義経、足利尊氏などのことで、皇室には入ることができなくされています。それに対して小室さんも皇室出禁と言われているため、単純に皇室と問題になったことから付けられました。歴史上の人物はこれで終わって、さらに小室さんが留学先で言われていたあだ名としてフリーケイやハッピープリンスなどもあります。またネット上で言われたものとして、天皇家をハローワークの代わりにする男、税金泥棒、日本国の王になる男など、理由等はお察しできると思うので省きます。まあ実はまだまだあって、母親に小室さんがべったりなことから一卵性親子といったあだ名や、もはやラスボスといったものなど、もう何でもありのような気がしてきますが、本当にたくさんのあだ名、ニックネーム的なのがありました。まあ結構紹介したのでここら辺にしておきます。ということで今回は小室圭さんのニックネーム、あだ名を紹介しました。本当に結構いろいろあって、さすが小室さんだなと思いました。4本目の小室さんの動画となりますが、まあ許してください。こんな感じで終わります。このチャンネルでは今日の話題になるような話をわかりやすくまとめて話していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。以上です。